夏の爽快感満載。ナンバーアンダーライン愛の新 CM が大反響。新曲ノーイエスで衝撃のコラボ。ノーイエスの歌詞はポジティブなメッセージが込められており、挑戦や前向きな気持ちを表現しています。夏の訪れとともにサントリーのビアボール新 CM が公開されました。主演するのは 人気アイドルグループナンバーアンダーライン I の3人、神宮寺優太長瀬連岸優太です。CM の中では彼らの明るくて爽やかな姿が印象的です。CM 曲にはアーティストナンバーアンダーライン I が歌う新曲、No.Yes が採用されています。この曲はダンサブルなメロディーとアップテンポなリズムが特徴で、 ビアボールの軽快な雰囲気にぴったりマッチしています。ナンバーアンダーラインアイの3人が歌う姿を見ると、さらに夏らしい気分が高まります。サントリー側が示した起用理由によると、新しいジャンルの活性化というコンセプトから、ナンバーアンダーラインアイがこの CM に抜擢されたそうです。アイドルグループとして新しいジャンルにチャレンジし続けるナンバーアンダーラインアイは、 ビアボールのブランドイメージにも合致するのだとわかります。CM の中では、3人が仲良く海辺を走ったり、ビアボールを片手に談笑する姿が映し出されています。最高の仲間と、という言葉に象徴されるように、彼らの絆の強さと楽しげな日常が表現されています。この三人なら何でもできそう、と思わせる彼らの存在感は、視聴者の心をつかむはずです。 仕事面でも私生活でもナンバーアンダーライン愛の3人は常に協力し合い支え合っている様子が伝わってきますナンバーの3人はビアボールの何でもありだ乾杯だというテーマとも合致しています CM の中では彼らが茶髪やパステルカラーの服装で登場することで爽やかなイメージが醸し出されています特に キシユタの黄色いシャツがよく似合っていて、ビアボールのイメージにぴったりだと感じます。一方、神宮寺ユータの紫のシャツも、爽やかな夏の雰囲気を演出しています。長瀬廉は、CM 内でも飲酒シーンに登場しており、お酒をたしなむタイプのようです。一方、ユータとユータは控えめな様子で、お酒好きではないのかもしれません。このように、 三人それぞれの個性が活かされつつ、お互いを尊重し合う関係性が印象的です。まさに、最高の仲間といった佇まいが、視聴者の心を和ませるはずです。さらに、ノーイエスという楽曲も注目に値します。ビアボールの CM ソングに抜擢されたことで、新しいジャンルに挑戦し続けるナンバーアンダーラインアイの姿勢が垣間見えます。この曲は、 ダンサブルなサウンドと軽快なリズムが特徴で、ビアボールの軽やかな雰囲気にぴったりと馴染んでいます。3人の歌声も心地よく、夏の訪れを感じさせてくれます。ナンバーアンダーライン愛のこれまでの楽曲では、バラード調のものが多かったように思いますが、今回のようなアップテンポなナンバーも、彼らのレパートリーに加わったことがわかります。新しいジャンルへのチャレンジは、 アーティスト3人の成長を示唆しているのかもしれません。一方で、CM 内で示された最高の仲間とという言葉は、ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人の絆の強さを物語っています。仲良しぶりが随所に現れており、ビアボールの CM にふさわしい雰囲気を醸し出しているのが特徴的です。彼らが海辺を走るシーンでは、爽快感とともに、 三人の絆の深さが感じ取れます。また、ビアボールを片手に談笑するシーンでは、リラックスした日常の一コマが展開されています。こうした私生活の風景を垣間見られるのは魅力的で、ファンにとっては嬉しい要素だと思います。アイドルとしての活動とプライベートの両面が描かれているため、ナンバーアンダーライン愛の魅力がより一層引き出されているのではないでしょうか。 サントリーは、こうした3人のイメージにぴったりと合致したことから、ナンバー・アンダーライン・アイを起用したようです。アーティストとしての実力と人間性の良さが共に評価された結果だと言えるでしょう。今回の CM では、ナンバー・アンダーライン・アイの3人が自然体で演じており、ファンならずとも心を惹かれるはずです。ビアボールのブランドイメージにも合致しているため、 大きな話題を呼ぶことになりそうです。また、47都道府県ごとにオリジナルのビアボールレシピが用意されているのも注目に値します。ナンバーアンダーラインアイファンだけでなく、ビール好きにも大変魅力的な企画だと思います。今年の夏はナンバーアンダーラインアイの CM とともに、ビアボールを楽しむのもいいかもしれません。3人の爽やかな笑顔を見ながら、 爽快なビールの味を堪能できるでしょう。最高の仲間とを体感できる夏を過ごすのは、ファンとしても格別の体験になるかもしれません。ビアボールを片手に、ナンバーアンダーライン愛の新曲を聴きながら、心躍る夏を過ごせるはずです。最後に、この CM を通して、ナンバーアンダーライン愛の新たな一面が明らかになったと言えるでしょう。 アーティストとしての魅力はもちろん、仲の良さや人間性の良さも視聴者に印象づけられたはずです。これからのナンバーアンダーラインアイの活躍に、さらなる期待がかかるのは間違いありません。彼らが新しいジャンルに挑戦し続ける姿勢は、アーティストとしての成長を示しているようにも感じられます。夏の訪れとともに、ビアボールを楽しみながら、 ナンバーアンダーラインアイの魅力を堪能するのはいかがでしょうかこれからの活躍にも目が離せません。夏の到来を感じさせる爽やかな CM でナンバーアンダーラインアイのメンバー3人が主役として登場しています。新曲ノーイエスがタイアップされビールのような爽快な響きとメンバーの弾ける笑顔が印象的です。 三人がビアボールを囲んで楽しそうに会話している様子からは、仲の良さと楽しい時間を過ごしている様子がよく伝わってきます。海沿いを走る姿も夏らしく、CM 全体としてサマーシーズンの雰囲気が強く感じられます。サントリーがナンバーアンダーライン愛を起用した理由は、新しいジャンルにチャレンジし続けるという三人のアーティスト性に注目したからだと言えるでしょう。 楽曲の制作にも力を入れていることが分かり、ファンにとっても新鮮な一面を見られる良い機会になっています。ビアボールは爽やかな味わいと見た目の可愛らしさから、幅広い年齢層に人気があるようです。ナンバーアンダーラインアイメンバーも夏の思い出作りに一役買っていると感じられ、彼らの人気がさらに高まりそうです。CM 最後の最高の仲間とという言葉には、 三人の絆の深さが感じられ、ファンの心をつかむことができているのではないでしょうか。今後もナンバーアンダーライン、アイとサントリーのコラボが続くことを期待しつつ、新曲、ノーイエスに注目していきたいと思います。